根本さん、根本さん、いけ、いけ、うわ、取れた。昨日、家族連れでにぎわっていたのは野菜の収穫体験。やってても全然寒いみたいな感じではないので、すぐに上着いらなくなったので、もう今もこんな感じですけど、ポカポカです。あったかい方がやっぱり動きやすいですよね。こちらの施設では今週から来週にかけて大根やキャベツ、人参などが収穫できます。楽しい。人参ですね。スープとかいろいろ料理に使う。収穫した人参はなんと顔と同じ長さ。そしてキャベツは顔が隠れてしまうほど大きなサイズです。暖冬の影響で例年よりも半月ほど早く野菜が成長、しかも大きく育ちすぎているといいます。育ちすぎ、次の週だったらね、さっき見たキャベツみんなっちゃうと思うよ。あの商品で売ると取るとお金にならん。ただ暖冬の恩恵も。こちら温室なんですが、外の気温と変わらずとても快適です。この温室は13度から30度に保たないといけないため、冬場は通常ボイラーを焚かないといけないのですが、何も今動いてない状態になってます。これが動いてない状態だと重油は減っていかないので、今は全然、はい、お金がかかってない状態になっています。昨年ですとと比べるとですね、約、3分の1以下で今は、はい、抑えれるようになっています。一方、東北地方では異常事態が。湖全体が雪と氷で覆われ、冬の風物詩ワカサギ釣りが楽しめるはずが、今年はほとんど湖が凍らず雪も少ないため、氷の上に乗ることができなくなっていました。さらに山形県では、あのスキー場ってここの先ですか。ここ去年は銀世界が広がっていましたが、今年はゲレンデの大部分がむき出しに。雪不足の影響でこのスキー場では今シーズン1日も営業ができていません。運営会社によると、経営を引き継いでから今シーズンまでの過去15年間で初めての事態で、収支は赤字になっているということです。そんな中、今日名古屋市内のスーパーでは、最近になってここの立ち屋さんちょっと値段が下がってきて、ちょっと買いやすくはなりますよね。大根は2、3割ぐらい安いのかなと思いますし、まあ、白菜も同じぐらい安いかなと思いますね。こちらのお店では白菜1玉216円、キャベツ1玉108円、大根も1本108円とお値打ち。暖冬などの影響で野菜の出荷量が増え、たくさん市場に出回っているということです。安さの理由は他にも。週1回はまだ鍋をやってたんですけど、今年は1ヶ月に1回、多くて2回。暖かいためか鍋料理などをする人が少なく、冬野菜の需要が低下しているんだそう。使うのももしかしたら大変かもしれないですけど、なんとか頑張って料理して使ってくださいっていうところですね。お買い得だと思います。